はい、皆さんこんにちは。乳がんチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、乳がんのタイプが、女性ホルモン受容体が陽性の方は少し関心がある話題かもしれないです。1ヶ月ぐらい前にある乳がんの方にお会いしまして、でその方はすごく牛乳をたくさん飲んでいたそうなんですね。で、なんですけど、その乳がんになってその牛乳が良くないんじゃないかっていうことで、牛乳を飲むのをやめたらすごい痩せてしまったっていう話を聞いたんですね。で、まあ、その方が、ね、どういうタイプの乳がんの方かまではちょっと聞いてなかったんですけど、でもちょっとその話を聞いて気になって、でいろいろ調べてみたんですね。で、まあ、その調べた内容を今日はお伝えしていきたいと思います。はい、まずですね、その牛乳がその乳がん、まあ、乳がんの中でもその女性ホルモンの受容体が陽性のタイプの乳がんに影響しているのかというところでですね、海外では割とそういう研究が進んでるみたいなんですけど、日本ではまあなんかほとんど見つからないというか、まあ、ただちょっと一つだけ見つけたのがあって、あとはその海外の論文もいくつか、まあ、読んだのがあるので、まあ、それをまとめ、含めてお話しさせていただければと思います。で、まずその牛乳っていうのは、まあ、牛から搾乳したものでありますけど、その何て言うのかな、自然の中で遊牧的なところで育ってる牛っていうのは、まあ、自然に育ってますけど、そうではなくて、その家畜、なんていうのかな、牛乳を生産するために、生まれてきた牛をこう人工的にその、まあ、家畜して、どん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 大量に牛乳を絞ってられてしまっている牛っていうのは、出産妊娠をずっと人工的に繰り返されていて、出産したら3ヶ月するとまた、人工授精させられて妊娠する。で、妊娠中も搾乳されていて、で出産して、しばらくしたらまた搾乳されて、3ヶ月後には人工授精させられて、で妊娠して、また、妊娠中も搾乳されるっていうことを繰り返してるそうなんですね。で、そうでないとその牛乳の生産性っていうのが、まあ、悪くなってしまうので、まあ、そういうふうに、まあ、生産してるそうなんですよ、牛乳をね。で、そうなるとですね、その妊娠中の牛乳、妊娠中の牛からの、まあ、お乳、牛乳も、私たちは、飲んでいる、使っているということになるわけなんですね。で、これはですね、2006年から2007年に研究されたもので、これは国内、日本のものなんですけど、その乳製品はね、人間に役立つ食べ物で、そのなんだけれども、その牛乳の消費量と乳がんとの関係に、まあ、関連性があるのかっていうのがはっきりしていないところを、まあ、ちょっと解明したいっていうことで、そのラット、ネズミを使った研究をされてるんですね。で、まあ、妊娠してる牛のお乳と、それから妊娠していない、牛のお乳に分けて、まあ、研究したみたいなんです。で、その結果ですね、その妊娠している牛のお乳を、
投与されたネズミというのは、そのがん腫瘍が、まあ、大きくなったっていうことなんですね。で、まあそれが明らかになりましたっていうことが書いてあるんですね。まあその腫瘍の数だとか腫瘍の大きさだとか、まあ、あの重さとかサイズとかが、まあ大きくなったっていうことを言っているんですね。で、まあ、国内では、まあ、そういう研究が過去にありましたということです。ただこれは人間ではやってないんですよね。ネズミのだけの研究なので、じゃあ人間ではどうなのかっていうところまでは国内ではおそらく研究の結論っていうのは出てないのかもしれないです。で、海外なんですけれども、ですね、例えば2020年の2月の25日に発表されている、ローマリンダ・ユニバーシティ・アドバンスト・ヘルス・サイエンス・センターっていうところが、発表したものによりますと、乳製品、ミルクをですね、牛乳を1日4分の1から3分の1カップ毎日取った場合には、その乳がんリスクが 30% 上昇する。そして、コップ1杯のミルクを毎日、取り続けると、50% リスクが上昇する。そして、1日2杯から3杯の、カップの、牛乳を毎日取り続けると、70% から 80% 以上の、リスクが上昇するというふうに言っています。で、これはアメリカの研究ですね。はい、そういうのが2020年に出ていました。で、あとは、ですね、他の、まあ乳がんに特化した海外の、何ですかね、これはなんか NPO 法人か何かかもしれないですけど、まあ、そこで、情報として載せているものを見ますと、まあ、ミルクはリスクを上昇させるっていう報告もあるし、カルシウムだとかビタミン D がミルクに含まれている、カルシウムやビタミン D がもしかするとその乳がんのリスクを下げてるんじゃないかっていう報告も両方載せてるんですよね。で、ですね、さらにですね、そのただただあのその、まあ、たくさんのその脂肪性の低脂肪じゃなくて普通のね牛乳を、まあ、たくさん飲んでると、まあもしかするとその乳がんのリスクを上昇させているかもしれない、と言っているんですが、ただしこれは閉経前の女性に限って言ってまして、閉経後の方については関係性はない とも、ここで指摘されてるんですね。なんで、まあ、そういう研究結果もあったということであります。はい、で、日本はこういうここまでの研究というのはやってないか、やってるかもしれないけど公にされていないのかもしれないし、ちょっとわからないですけど、まあ、牛乳を飲むのをやめたら痩せてしまったっていうその方は、もしかすると牛乳ですカロリーだとか、タンパク質だとか、まあ、脂肪だとかそういうのを補っていたのかもしれないですよね。で、まあ、そこまでたくさん飲むっていうのは、そのホルモン受容体陽性の乳がんの方にとってはもしかしたらちょっと
リスクなのかもしれないですよね。こういう論文が出てるってことは、まあ、リスクゼロではないと思うんですよね。特に閉経前の人はそうかもしれないです。こういう論文が出ているので、まあね、そうかもしれないって疑って、まあ、積極的に牛乳をねコップで5分こう飲むとかそういうのは、控えたらいいのかもしれないですよね。ただやっぱり牛乳ってその乳製品ってチーズとかバターとかあとそのそういうチーズやバターや、まあ、生のミルクとか、そういうのを使ったお菓子とかケーキとかアイスとかパンとか他にも、まあ、調味料として使われたりとかお料理にもたくさん入っていることもありますし私もチーズとか好きで、食べますし、まあ、私はホルモン受容体タイプの乳がんではないんですけど、まあ、なかなかその乳製品を減らすっていうのは難しいのかなと思います。カフェオレにも入ってますしね、カフェラテとかも入ってますし、ただそれを、まあ、例えばカフェラテのミルクを豆乳に変えてみるとかですね、まあ、そういう工夫はできるのかもしれない。それから牛乳でタンパク質をたくさん補うんではなくて、まあ、豆乳だとか、まあ、豆製品大豆製品だとか魚だとかそういったものでタンパク質を十分に補って、まあ、カロリーもカロリーはどうなんでしょうね。あまりその肥満はその乳がんに影響するっていうこともありますから、でも栄養はしっかりとっていただきたいと思いますし、なのでそのなんていうかバランスっていうのはすごい難しいと思うんですけど、牛乳で栄養を補うっていうのはまあちょっと控えてもいいのかなとは思いました。その代わり別の食品でしっかり栄養を取るっていうのは必要だと思います。はい、まあ私もカフェラテとか今日も飲んだし、でも自宅でデカフェのねコーヒーに、豆乳入れて飲んだりっていう、まあ、そういう工夫もしてます。あとはまあ、あんまりなんていうかな牛乳を使ったものは食べないとか、まあ、そういう意識は持つようにはしてます。はい、今日は以上になります。ありがとうございます。